持ってくるものね、着替えとタオルと、まあ、マウスピースとグローブとね、まあ、バンテージか。あとは何も持ってないもんね、そもそもね。俺がそのパンチとキックを受けるためのミットは俺が持っていくから、もしもし。あ、お疲れ様です。あ、ごめんなさい。これってイヤホンつけないとまずいですか？音もいや、合っち大ゃい丈ます夫か？だあ、よ。うん、大丈被夫ってないみたい。大ですか？了解丈です。夫っちょっぽい。とお風呂場なんでラジオ配信ですいません。よいえいえ。ろしくお願いします。朝までやってたの、今もうずっとぶん回してました。日。あれ見てたよ、新宿の。面白かった、すごい。有田さんのやつ。あ、有田さん、もうん。う長いんですよ。ねえ、長いみたいな。3年ぐらい、はい。面白いって言ったらあの人には失礼だけど、その配信としてすごく面白かった。なんかテレビのドキュメンタリーみたいでさ。ああ、そうです。リアルですよね、やっぱり。しかもほら、あの人たちあんまり心を許さないじゃない、マスコミの人とかに。配信カメラ回して OK 撮るまで1年半関係かそうかりだまよしたね。ね。やっぱそうりでみんす。な出したくない、事情がいろいろ。だからよっぽど信頼されてんだなってね。あ、そうですね。もう本当にうん。通って、挨拶して。で、バドだったらいいよって言ってくれうるようになって。ん。はいい。や、本当に、ちょっと表現はあれだけど、俺は楽しかった、すごく。ありがとうございます。うん。はい。でも本当におっしゃる通りで、やっぱ信頼関係ありきじゃないと、そうだよね。できないで興す味よね。本位で、こっちがやりたい、はい。ね、リスナーが見たいからっていうものじゃないからね。あの人たちも事情があってやってんだからさ。あ、そうです、そうです。あと、やっね。ぱりその、なんていうのかな。やっぱり嘘を広めてほしくないって言ってて。うん、はい。間なん違か、ったね。うん。そうです。だからあの人とかは結構、積極的にホームレスを楽しんでいて、うん。結構そういう方多いんですね。なんかホーさ、ムレ俺スたちのイメージってね、は。はなんか借金があってとか、い。事情があって、でも、アル中でさ、はい。はい。死んだ目をしてっていうイメージがあるじゃない。全然違いますね。でも、全然ね、生き生きしてんだもんね、別にね、普通そうでに。す。だからよくこの前 NHK の報道とかよくあの辺う回るん。らしいんですよ。あ、職員さで、んいらっしゃい。うん。なんかそのホームレスもやめたいですとか苦しいですとかそういう人ばっかりを取り上げてるけど、実はそういう人は少ない人で、ホームレス成り立ての人だよって教えてもらったりとか。うん。で、まあ、長い人は、政府としてはね、あんまり楽しんで、このそう人たですね。ち、エンジョイしてますっていうのも、具合悪いだろうからさ、まあ。その通りですね。まあ、不法占拠は不法占拠なんで。うん、はい。まあでも、どの社会にもそういう部分って、グレーな部分ってあるしさ、そうですね。うん、全部法律でね、杓子定規にできる、そういうところに、い。やっぱりテレビじゃないメディアが入っていってさ、っていうのは、俺はすごく新しいし、興味深かったけどね、そうこでれすかね。らも。はい。いやー、ありがたいです。はい。うん。うん。ただよく、まあ、途中から来た人とか経緯知らない人は冷やかしで映してるから失礼だろうっていう方もいらっしゃるんですけど、リスナーさんもやっぱり、う長くん、見てくれると関係築いあ、あてるんりだがっとうてごちざいゃんまとす。ゆらさん。うん、ゆらさん、ありがとう。分かってくれる人もいっぱいいますね。うん。うん、まあ、距離の近さでわかるよね。そういう関係じゃないっていうのそうですね。はい。です。うん。はい。ごめんなさい。申請送っていたんで放送見れなかったんですけど、バンテージとマウスピースとジャージ大丈夫でしょうか？まあ、着替え、汗、まだ寒いからね。汗はひいい。ちゃった時のために。着替えと、はい。そはい。わかりれました。と、だって持ってるもんってそんだけだもんね。そうですね。グローブも持ってなければ、何も持っ本て当なはいです。ね、そのシンガードって言ってスネ当てとかね、そのスパーリングするのにはい。っていうのがあるけど、まあちょっと様子見てやろうね。その初回からさ、あんまりそんな飛ばしてもだから、まずはその基本的な防御と、そのパンチの打ち方の基礎と構えとね、あとはフットワークっていう。それを知っとけば、もう、ワドはほら、中央公園でガンガンやってるわけじゃない。
そうですね、恥ずかしいです、あれがね、1ヶ月経っちゃって、間違ったことやってたのに、はい、そことここ間違えてるから、今から直してっていうのは多分大変なんでね。だから、最初から正しいフォームを覚えちゃえば、もうあとその形でガンガンやればいいんだから。あ、ありがたいです、本当に。それで、スパーリングに関しては、まあちょっと、様子見てさ、やりたかったら、いやいや、俺の方はだからほら、もう受けるだけとかさ、いろいろレベルがあるから。マスボクシングって言って、当てないやつもあんのね。はい。はい、もう本当に触る、触らない。俺たちもう絶対当てたりして、その、あ、間違ってごめんねとかはないから、そうですよね。心配しなくても大丈夫だからね。はい。でもそれをやっていかないとさ、やっぱいつまで経ってもこう、恐怖心って抜けないから。そうですね。やっぱり、あの、本番を上げて、打撃もらって痛いっていうのに慣れておかないといけないと思うんで、そう、試合前にはやっぱりさ、はい、ある程度試合に近いね強度のも何回かはやっとかないと、 そうですね、はい。トレさんって、あの、体重おいくつぐらいなんですか、そのウェイト的には。今85キロだから重いよ。すげー。え、身長どれくらいなんですか、トレさんって。180で85だからかなり重いよ。だからそんなね、最初からね、もうやる気なくなっちゃうような、はい、怪我するようなことは間違ってもしないから、よろしくお願いします。俺たちはそのマスボクシングって言って、もう本当に寸止めをずっとやってるからね、絶対にない、はい、その、はい、急に前に入られてごめんねっていうのはないから、心配した、もし心配だったら最初はヘッドギアを俺が持ってるから、はい、それ貸してあげるから。 ありがとうございます。あれ、徐々にやっていこうね、はい、そんな急にさ、はい、できるわけがないんだから。わかりました。知らないのに。今現役なんすか。あ、練習は毎日してるよ。すげえ。でも俺はプロで会ったことないから、そんな言うほどじゃない。本当に趣味でやってるだけだから。すげえ。ただほら、ね、構えとかはさ、一般的なことは教えられるから。はい、頑張ります。それを知らないでね、あの、がむしゃらにやると体力はつくけど、その癖がついちゃう。はい、それで、後から強制されると、その形がすごく不自由に感じるんだよ。なんか気をつけ、はい。そこから、そういうもんだと思ってガンガンやれば、はい。それが、こう、馴染んでくるか、体に。やっぱり、1ヶ月、はい、2ヶ月。あ、つささん、はい、おはようございます。うん。なんか、まともにそのザブとか打てるようになるまで、期間的には練習すればなんとかなりそうですか？なんか、もちろん、なる。大丈夫ですか？はい。なんかやっぱりそのテルチャンピンと僕だと素人同士なんで、喧嘩できたから大丈夫、そんなの、はい、むしろね、やんなきゃいけないのはディフェンスなんだよね、はい、ここオフェンスっていうのはもう子供でも赤ちゃんでもできるの、攻撃っていう、はい、もう追い込まれたら誰だって、女だって子供だって、はい、おじいさんだってパンチなんか出せんだから、はい、大切なのは、はい、そのワドは頭いいから、その俺のコンセプト多分理解できるから、そのコンセプトに沿って防御をしていけば、はい、そんなに難しくないから。ああ、あとやっぱり不安なのが、9分間フルで動けるもんなのかっていうのがすごく不安で、あのね、それもね、明日やるけど、最初に覚えなきゃいけないのはね、脱力なの。ああ、力入れてたらとてもじゃないけど3分間動き続けることなんか人間できないから、はい、とにかくその相手が前に入ってきてないときはもうだらっとしてていいわけ。緊張する必要もないし、だって触られようがないんだから、はい、手伸ばしても届かないんだから。はい、で、ま、もし相手が前詰めてきたら回って避ければいい、どうってことない。よくなんかリスナーさんのコメントでもアドバイスいっぱいあって、あの、リングワークを覚えたら絶対相手不利だから、あの、ドルさんにリングワークを教えてもらいなと。ただね、その、新木場ファーストリングってね、ものすごい狭いの。4メートルちょっとしかないから、もうそのリングワーク、リングワークなんか使えないよ。もう素人同士が片っぽが怖くてバーンって詰めてきたら、もう、その足なんか使えない、世界チャンピオンじゃないんだから。なるほどですね。そうそう、今、あの、ちいさんが言ってくれたけど、抜きのパンチっていうね、もう、全部その、ガツンって入れてたらね、もう、体なんか持つわけない。はい。あと多分、僕、うん、あの、16オンスっていうのがちょっと引っかかっていて、うん。なんか、でかすぎて。あのね、
それも考え方次第でね、実はオープンフィンガーでパンチ打つことの方がずっと難しいの。あ、そうなんですか。前に言ったピコなんだよね、はい、拳は石で、はい、腕は糸なの、はい、だから石が重いとその振り子を振りやすいんだよっていうことで振ればいい。なるほど。じゃあ、あの使い方を覚えるとそれも武器になるみたいな。そうそう、武器になる。あの、むしろオープンフィンガーでしっかり打つことの方がずっと難しいよ。あ、そうなんですね。あ、だって重りの先に重りがついてるんだから、はい、ね、握るだけで相当重いパンチ、もうここに16オンスついてるんだから。なるほど、すごい。それは考え方なんだよね。こう重いな、はい、ずっとこの重いのをガード上げてなきゃと思うとそれはきついけど、うん、要は打たれてない時にさ、ガードって、はい、上げる必要ないでしょ。はい、もう相手が怖くないんだから、うん、はい、だから距離を覚えれば、はい、どこに来たらしっかりガードをしなきゃいけないのかっていう足の距離が分かれば、はい、いないときはあのリラックスして抜く癖をつける。なるほど、すごいな。だからね、もうテルはもう、はい、テルもワドも怖いからガッていくんだよ。もうあ、そうだと思います。みんな行け行けって言うから、そうするともうパンチの距離でもない、はい、蹴りの距離でもない、はい、もう掴み合いの距離、クリンチの試合になるから、はい。それはもう、ね、あの、間合いを作る方法ってあるの。相手を突き飛ばして、すぐ蹴るとか、はい、すぐパンチを打つとかね。はい。おー、その クリンチもある程度して、あの、ムエタイルールだと、クリンチからの膝とかね。はい。うん、まあ、あまり最初から難しい。まず、やっぱ一番大事なのは、一番最初に覚えるべきことは何なんですか？やっぱディフェンス。いや、ディフェンスも大事だけど、ディフェンスもやるけど、はい、やっぱりほら、はい、日々のシャドウができるように、はい。日々のシャドウのために、やっぱり、左サイド、はい。はい。アッパーっていうのは、アッパーなんか絶対使わないから。そうですね、僕もないなと思ってます。ただ、ね、ああいう戦の時やっぱり有利だからね、フックアッパーっていう、うん、まあ一応一通りはやるけど、最初はもう、もう明日のジョーと一緒で、左ジャブ、左ストレート、ずっと左。あ、お、左のみなんですね。左。へぇ。あとは、キックボクシングだから、蹴りもね、簡単に。はい。はい。結構足上がるじゃん、俺見てた。なんか、テルチャンピンがサッカー選手だったっていうのがあったので、うん、まあ、蹴りがワンステップで来るだろうなと思っていたんで、それであの、うん、スイッチで、あの、右ジャブに切り替えたりとか、あと前蹴りで牽制しないと、多分足持ってかれるなと思って、うん、自分なりに考えてやってました。いや、足結構上がんなと思った、ハイキックみたいな。あ、いや、あれ、でも、あれですよ、溝落ちあたりっす。全然そこから上がんないっす。うん。はい、だからお父さんのシャドウかなんか見てて回るのとかはなんとなく見て覚えて、見よう見よう。いや、もう親父が現役だった頃は全然記憶がないぐらいで、記憶のワセリンの匂いとか、はい、あ、そうなんです、ね、だから親父から教わったことは一回もないんです僕。あとね、イメトレってやっぱ結構大事で、あなたは頭がいいから、はい、理論から入る人だから距離とかね、あの、はい、見どころを教えてあげるから、ここをよく見てっていうリズムとか、はい、距離とか、はい、はい、それで、あの、もう暇があったら試合のイメージを作るため、もうずーっと見てますね。見てもらいたいのか、まあそんな風にはいかないんだけどね。そうそうですね。プロだから。はい、モハメド・アリとかマイク・タイソンとか見てて全然最高にならねえと思って。でもね、いいのいいの、そのイメトレ大事なんだ。はい、ただまあなんかアドレナリンとか練習のなんかモチベーションは上がるんで、うん、あの。見てます。寝る前とか。もちろん同じ動きはできないけど、やっぱり、はい、イメージがないのに動きってついていかないのね。はい。だからやっぱアリみたいに、こう、はい、軽快にフットワーク踏んで、はい。早く打つっていう。だから早くっていうのも、はい。理論的には限界ってないんですよ。自分の脳が決めちゃってんの。はい。外して、世界チャンピオンも打てんだから自分にも打てるっていう。すげえ。速くなっていく。はい。
明日、夕方お会いできるの楽しみにしてます。最初ちょっとゆっくりやるの。そんなに、いきなり、なんていうの、はい。スパーリングやって、はい。自信なくしちゃっても面白くないし、何回かこの、ね、3ヶ月内でやっていく中で、徐々に技術を高めていって、最終的に試合に持っていけるようになれば、よろしくお願いいたします。ぜひ、俺のトレーニングでもあるから、その上から教えてやるっていうスタンスは、一緒に練習しましょうっていう。ぜひぜひよろしくお願いします。なんかドよレろしさくんお願いしまとす。コラボできる機会があったら幸せだなと思っていて、今回本当にありがたく思ってます。大手さんが何言ってんの、そんな。いえいえいえ、楽し俺みになしてんまか、す。昔から知って仮想配信者なんです、そんな。いえいえ、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまあ、怪我のないように楽しくやります。まずはね。はい、はい、では、お疲れ様でした。はい、今日も頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。おリ疲れスナーさん、あ様。りがとうございました。失礼しました。丁寧な人や、ええ子や。ワードちゃんとしてるよ。というわけで、まあ今聞いてくれた人はなんとなく事情をつかめたと思うけど、明日ね、早速だけど、チームドレーのトレーニング教室第1回目っていうことで、ちょっとやってみようっていうね。どうなるか。もう、和道のさ、囲いさんたちが見張ってるから、むちゃくちゃなこととかね、じゃなくて、やっぱり、俺はなんで応援しようかと思ったっていうとね、やっぱ彼の、言うほど若くない。彼はものすごい若くて、すごく一生懸命にね、やろうとしてる。そういう姿勢をやっぱり応援したくなったから。今日もね、なんか、そのアンチが、ワトンとか、すごいとか、その、お前のパンチは、いっぱいいたんだけどさ、俺んとこもいるんだよ、そういう人は。で、和道がすごいピシッと言ってたのが、僕が見せたいのはそういうことじゃない。その配信者として、格闘っていう場でね、自分の表現の新しい方法を模索してて、配信を通じて、町田さん、こんばんは、久しぶり。表現の一つの方ね、配信者の。見せたいのは、こう格闘を通じて、一かも二かも向けていく、成長していく自分を見せたいんであって、格闘技の技が綺麗汚いっていう、そういうとこで見ないでほしいって言って、ほんとそこなんだよね。俺のもそうだけど。俺は元格闘技出るわけじゃなくて、和道と同じで、配信者として出るんだよね。もちろんそういう見方もありだ。なんだこいつ偉そうに言ってんのに。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。